週末に民主党政権を倒すという発言がありました。週を挟んで、変わってないですか、その思いは。このままあの手続きで、原子力発電所の再稼働、大井の再稼働を決めるのであれば、日本の統治機構はもう絶対的な危機に陥ります。もう僕は繰り返し言ってますけども、原子力安全委員会は絶対コメント出せません。なぜかといえば、今の我が国の、最高権威である原子力安全委員会は今回の大井再稼働について安全というものを国民に宣言できない、そのように科学的に思っているからなんです。政権が本当に今回の大井再稼働について安全だということを確認できたのであれば、原子力安全委員会のコメントを出すべきです。民主党の政治主導、うまくいってるところはうまくいってたと思います。今までの自公政権と違って、やはり政治家が物事を決めていたということは現場でも感じました。今回の大井の再稼働については、要は民主党は定期検査後の再稼働というね、これまでのルール通りのことをやろうとしてるんですね。これまで原発の事故がなかった時においては、定期検査をやった後の再稼働にいちいち原子力安全委員会のコメントなんか必要ありません。それは定期検査の再稼働なんですから、定期検査をやってしっかりチェック項目をチェックできたら、これは再稼働をやって当たり前なんです。でも今回見てくださいよ、福島の原発の事故が生じたんですよ。でこのような状況があってね、それでもなお事故がなかった時のその定期検査後の再稼働の手続きをそのまんまね、漫然と踏襲するなんていうことをやったら、これこそ笑いもんですよ、官僚主導ですよ。だから政治主導ということを掲げられるんであれば、これまでのように事故がなかった時のね、そのルール、いわゆる定期検査をチェックして再稼働をやっていたということではなくて、やっぱりきちんと事故が生じた以上は今回の再稼働安全なのかどうなのかを最高権威である原子力安全委員会にコメントを出させるべきです。で大阪維新の会はね、ちょっと誤解をされているかも分かりません。きちんと松井幹事長とも松井知事ともきちんと話をしてますけれども、今回はこの統治の在り方のその危機感、これで民主党政権に変わってもらわなければいけない。もし国民にその原子力発電所の、ね、安全性が隠されたまんまで、そのまんまそれを蓋をしてね、政治家が安全だというふうに、ある意味宣言をして、そのまま再稼働したってことになったら、もうこれはね、大変な危機ですよ。だから僕らが言ってるのは、原子力安全委員会のコメントを出させないことについて徹底抗戦してるんです。で原子力発電所の再稼働の是非については、やっぱりこれはいろいろな考え方があるから、僕らも今日明日全部ゼロにできるなんて思っていません。だからこれはしっかりと中長期的なビジョンをもとにしながらね、どういう手順でやっていくのか、そして僕らはね、株主提案、今度関連に対しての株主提案の中にも入れてますけどもね、緊急状態の場合にはね、再稼働もありだっていうことは入れてるんですよ。それは緊急状態の場合には、どうしても電力が足りないっていう場合にはね、それはある程度の安全性確保の中でね、それは再稼働もありだということを言ってるんです。今回僕らが民主党に対して怒りをもうぶちまけたのはね、全てのその手続きをすっ飛ばしてね、その安全かどうかわからないまんまで安全だということを政治家が宣言して動かしたことなんですよ。だからね、はっきり言ったらこういうことなんです。原子力安全委員会がコメント出せないんだったら、安全委員会コメント出せませんと、安全かどうかはわからない、だけれども電力需要の今の状況から見たらね、政治が決断したっていうふうに言ったら、これは我々も公選職ですからね、それは理解はある程度はできますよ。それはそれはもう高度な政治判断と、そこまでのリスクを負ってもう全国民からアホボケ出す、いろんなことを言われながらね、だって安全かどうかわからないまんまで再稼働したなんて言ったらすんごい批判きますよ。だけれどもそれに対して真正面から答えてね、電力の需給状況がこうなんだと、どんだけ手を尽くしたってこの夏乗り切れないから、せめてこの合格点まではいかないけれども60点50点の安全基準は満たしてるからね、とりあえずこの大井だけは動かさせてくれっていうような話であればね、僕はついてくると思いますよ。何が問題かといったら、安全かどうかに蓋をして、原子力安全委員会が安全宣言出せないのに政治家が安全だというふうに、僕はこれ本当にメディアにチェックしてもらいたいんですけど、安全委員会がこれコメント出せないんだったら、政治家のこれ虚偽発言ですよ。国民を騙したことになるんです。なんでメディアがもっと原子力安全委員会のコメントを取りに行かないんですか。
だから原子力安全委員会も安倍委員長全然姿見せないじゃないですか。であのストレステストの一時評価について了承って言ったあとは政治判断って言ったまででそこから消えてしまって、こんな状況でなんで我々これあの原子力安全の原子力発電所の再稼働についてどうやって判断できるんですか。こういう統治のあり方について大阪維新の会は絶対に許せないというふうに言いました。民主党政権には今からでも遅くはないのでね、改めてもらいたいです。原子力安全委員会一人でも二人でもいいから、とにかくメディアの前に出さして、どう考えてるのかってことを喋らして、安全だと言えばもうそれでよしなんでしょう。安全じゃないと言ったらね、安全じゃないのに政治が決断したんだったら、そこを国民に真正面からねもうあの説明していくってことをやる、それが僕は統治だと思ってます。民主党がやり方を改めない限りは倒しに行くということですか。だってこれはもう日本の危機ですもん。だって原子力発電所についての安全性のコメント、原子力安全委員会が科学的な知見を持って安全だと言えないものを国会議員が政権が安全だと偽ったらね、そんなのは僕はもう何かあったらすぐ戦争状態っていうのは言うのは嫌ですよ。でも政権というものはね、そういうこともできうる力を持ってるんですよ。そんな一大ね、もう重要な、もう国民が一番そこに関心を示してる情報について、そこを秘匿してで、むしろそれに虚偽偽り、まあ偽りまで言ったら言い過ぎかもわからないけれども、うまくその言い方を工夫してね、安全だというように思い込ませてるようなね、今の政権のやり方はこれは統治としてはもうありえないですよ。こんなこと許したらもう日本のもう国家なんて成り立たない。さあ外交とか何か個人の情報とかプライバシーとかそういうことは何でもかんでも喋れませんけどもね、原子力安全、原子力あの発電所大いの安全性についてなんていうのは、こんなのはもう国民に情報を出さなきゃいけないですよ。なんで安全委員会が全くこれ姿形もう見えなくなってしまって前に出て発言しないんですか。これ政権がもう抑え込んでるなんて分かりますよ。前に出したら安全性について多分確信を持って安全ですっていうのは宣言できないんですよ、原子力安全委員会は。もうだって山ほども今メディアでいろんな疑問点出されてるわけですから、原子力安全委員会は多分学者としての教授というかプライドからして大井の再稼働について安全だというふうには多分言い切れないと思うんですね。だから政権が蓋してしまってるわけじゃないですか。こんな統治のあり方はもう本当に危険ですよ。僕はね、だからね、原子力安全委員会が安全でないっていうふうに言ったんだったらね、安全でないかもわからないけども、ここまでの安全性は確保してる、合格点じゃないけれどもこのぐらいの安全性は確保してる、あとは関西にこれだけ電気が足りないから原子力安全委員会が安全とは言わないけれども政治で決断したって言ったらね、あとはまあそういう政治のあり方は僕は是としますよ。あとはそれについて賛否両論いろいろ国民の判断がありますけれども、そういう政治のあり方だったら僕は是とします。そのやり方については僕はそれは否定はしません。あとはそういう安全性が合格点まで行っていないけれども電力のことを考えて国のことを考えてその政治決定をしたということになれば、それはもう僕らがああだこうだいうことではなくて国民の皆さんに判断をしてもらわなきゃいけないことだと思いますけどもね、今のように安全委員会の安全性のコメントに蓋をしてね、これはもう事故がない時のその再稼働の手続きだけ、定期検査が終わったら再稼働をやればいいんです、安全委員会のコメントはいりませんなんて、こんな統治のやり方をやられた、このやり方自体についてはもう維新の会としてはとことんこれは徹底抗戦していきます。橋本代表のその発言に対してやり方を改めるということではなくて受けて立つと越石幹事長発言されていますが、これについてはどのような印象ですか。しょうがないんじゃないですか。だからあとはもう国民の皆さんにどちらの言い分が正しいのか決めてもらうと、僕らは原発について今日明日ゼロにするなんていうことはできないということはもう分かってます。中長期的にどう電力供給体制を変えていくのか、原発の依存度をどう下げていくのか、それをずっと僕らは言い続けてきたわけですから、今日明日のその原発ゼロなんてことは考えていませんし、場合によってはね、大阪維新の会だってね、まあ僕らだったら安全性は確認できませんでした、原子力発電所大井の安全性は合格点までは確認できませんでした。だけれども50点はつけれますと、100点満点の安全性を言われればそれは分からない、でも50点の安全性は確保できた、あとは電力のこの関西の需給状況を見て安全性については50点だけれども、原子力安全委員会からお墨付きはもらえないけれども、しかし今回大井の原子力発電所は再稼働するというようなことも維新の会だったら決定します。だから僕らは大井の再稼働について何が何でも絶対反対ということではないんです。
今のやり方での再稼働は反対だというふうに言ってるわけですから、僕らが何か国政でね、そういうしかるべき立場で立つかどうか別としても、そういう新しい勢力が出て、その新しい勢力に対して働きかけるのは何が何でも絶対反対っていうことをやってしまったら自分らの首を絞めることになりますからね。これはだからメディアの報道を見たらね、やっぱりちょっと誤解というか、僕の発信の仕方が悪かったのか、今の手続きでの再稼働は反対なわけですから、場合によってはそれはね、安全性は不十分だけれども再稼働をやるってことを言って、ほらもうみんなからもう袋叩きに遭う、みんなからいろんなツッコミが来る、ほらアホボケかす言われるかもわからないけど、それは真正面から電力需給はこういう状況なんだから、あとはこれ安全性は 50% のお墨付きは得てないけれども再稼働した、大いに限っては例外だっていうことを、そういうことをね決めるような、そういう働きかけをしていく場合もあります。だから民主党政権とやっぱりそこが全然違う。民主党政権はもう安全だというふうに言い切って、僕らは安全だと思わない、安全性が不十分でも国民にちゃんと説明をして再稼働を決定するっていう、そういうやり方をやるべきだっていうのを思ってますから、まあ、民主党政権が僕らのやり方と違うっていうのであれば、どちらのやり方がいいのかを国民の皆さんにやっぱり判断していただきたいと思いますね。民主党がやり方変えない限りは、維新の会としての国政への進出宣言というふうに受け止めると思うんですが、国民は。いやいや、ですからそれは維新の会が出るかどうかっていうのは別でね、民主党政権には変わっていただかなければならないということです。ですから新しい勢力が出て、こんな馬鹿げた統治をねやめてもらえればそれでいいです。多分ね、目指してる方向は一緒なんですよ。電力供給体制を変えなきゃいけない、民主党政権だって今までの自公政権でなかったようなね、電力市場の自由化だったり、それから東電のいろんな改革だったりとかね、いろんなことをやってるわけですよ。でもね、外しちゃいけない手順というのがあるんです。やっぱりこの大井の再稼働に関してはね、安全かどうかっていうのはやっぱりこれは原子力安全委員会のコメントをしっかりまず出さして、それをもとにね政治決定をする。安全委員会が安全だっていうふうに言ったらもうそれでいいじゃないですか。安全だと言ってるんだから再稼働する、もう反対論もいるかもわからないけども、もうそれはしょうがないですよ、そういうことになれば。しかし安全じゃないというふうに言った、安全だと言い切れない場合に、いかに政治がね国民に対して説明をして、安全委員会はこう言ってるけれども、でも政治がこういうふうに決定したんだっていう、そこの説明をね国民にやることが政治なんですよ。安全委員会のコメントを出させないもんですから、その説明今全部すっ飛んでるじゃないですか。だから電力需給関係がどうなるかとか、いろんな情報を開示しろとか、こんな話になるんですよ。僕はこうなったらね、もう素直に言ったらいいと思うんですよ。マダラメ委員長表に出てこれない、マダラメ委員長が安全性を宣言できないということは、安全については不十分ですと、安全については不十分だけれども、だけれども大井は再稼働しますよと。安全が不十分だけれども再稼働するって言ったら、とてつもない説明責任をね負いますよ。でもそれが政治なんです。でやっぱり僕はそれをすっ飛ばしてる民主党政権の今までの、このような政治のやり方っていうのは、本当に日本が危険な状態にある。やっぱり国家っていうものは安全保障も外交も、いざとなったら反撃行為もやる、防衛出動命令も出す、そういうね権力を持ったそういう政権の人たちっていうのはね、本当に一大危機っていうか、絶対に出さなければいけない情報っていうものを隠す行為をやるような政権はね、もうそれは政権担当者としては失格ですよ。一番重要な情報、これという情報については絶対国民に出した上で説明をする、出した上で安全は確保されていない、安全性については原子力安全委員会が安全とは言わないけれども、だけどもこうなんだっていうことをね、知り物狂いになって説明するっていうのが政治だと思ってますから、今のこのままのやり方だったら、もう安全だ安全だ、政治家が安全だって吹聴するだけであってね、もう説明責任それ以上のもの出てきませんよ。非常に日本の今国家危機だと思いますね。僕はそこまでの思いを持っていて、また自ら政治グループの代表をしているにもかかわらず、自らのグループで動くかどうかは分からないという、つまり批判だけをしている状態に今なってしまうと思うんですが、そこについて。だって批判ってコメンテーターと違って、僕らは維新政治塾をやって、この維新政治塾のメンバーの中からね、そういう僕らの思いを組んで、国政進出を考えてもらうメンバー、それをどんどんサポートしていくってことを言ってるわけですから、維新の会っていうそういう地方政党のね、こういうグループがね、国政政党グループを名乗るかどうかっていうのは、ここは考えてますということですよ。これ批判ばっかりだけじゃなくて、現実に行動を起こして、みんなでもうグループを作って準備に入ってるわけですから、維新の会っていうことで政党で国政政党を作るかどうか、こんなことは
手段なんで、別にそんなことはどっちでもいいんです。ちゃんとそういう手順を踏んだ統治をやるね、政治グループが、第三勢力が国会議員の中で生まれてくればね、それを